エイボル、よく来てくれた。我が屋敷へようこそ、友よ。アルフガ、あんたは随分と広い土地を持ってるな。ああ、いつも小麦の海を泳いで家に帰り着くのに苦労してる。見せたいものがあると言ってたな。それは何だ？ああ、その通りだ。見てくれ。この見事な一品は不幸にも亡くなられた大衆、フンベオル卿の持ち物だった。以前狩りをした時に置いていかれた。君に託したい。大衆のものなら、息子であるフンワルドに渡すべきだ。そう思ったが、君に渡す方が正しい気がしたんだ。君ならそれを扱える。さあさあ、それを持ってこっちに来てくれ。君と二人で狩りをしたかったんだ。政治や集会議の話は置いておこう。この土地のもたらす恵みを共に楽しもうじゃないか。肉か、それとも木の実か。その両方でも構わない。君の望むままだ。この地の恵みを独り占めする気はない。正直に言うと、ここしばらく巨大なクマがこの辺りをうろついてる。これを退治したい。事故を未然に防ぐ。クマ狩りのために呼んだのか。ああ、来てくれてよかった。そして君なら、私がこの州を治めるのに足る人材だと分かってきた。王の血筋こそ途絶えてしまったが、この地の民は今も活力と希望に満ち溢れている。だが今やこの州は落ち目だ。新しい血の導きが必要だろう。なるほどな。なんだって？私はまさにその新しい血だろう。大衆に立候補すべきかもな。そうそう、その独特の感性、まるで金槌の一撃だ。ちょうど君らのあの雷の神が持ってる、ああ、なんて名だったか。それで？私が言いたかったのは、君らの民を歓迎するということだ。特に君みたいな人にはめったに出会えない。テレフということなど気にするな。君らデンジンは真っ当な人間だ。若者ではない。よく見てるな。デンジンが最初に現れた時のことをよく覚えてる。狩りをするんじゃないのか？それとも神でも編もうか？もちろん狩りだ。馬の住処はこの辺りだ。おお、我が古き友グリム、こんなところで会うとはな。いやはや驚いた。驚いた？あんたが呼んだんだろう。まあまあ、グリムズビーはどうだ？伝人たちはみんな元気か？全員のことはわからないが、俺は元気だ。あんたから今朝知らされた狩りを楽しみにしてる。ああ、そうだな。それはよかった。ああ、エイボルを紹介しよう。伝人同士もう知り合いかもしれないな。会えて光栄だ、グリム。いや、エイボル。あんたも狩りをネタに呼びつけられた口だ。ああ。そうだ、熊狩りだ。そのために来たんだ。狩りをするために。嘘じゃない。その丘のすぐ上に洞窟がある。いかにも住処がありそうだ。アルフガーの話が本当なら3人でかかった方が良さそうだ。いいぞ、新しい毛皮のマントを手に入れよう。この森にはいろんな獣がいる。クマが見つからなくても晩飯になるものくらい見つかるだろう。私の土地は神に祝福されてるからな。心配ない。主が恵みをもたらしてくる。明らかに獣が住んでる場所だな。間違いない。マジで。
つを見たのか。まさか煙だ。そんな、私の土地が燃えてる。このままじゃ火の海だ。エイボル、私からどうしろとは言えないが、君は腕が立つ。頼む、どうか手を貸してくれ。俺も一緒に戦おう。ひ弱なマーシアの連中など怖くもない。皆が逃げてる。何とかして守らないと。見つからないように死ぬ。火をつけたんだ。神よ、我に力を。煙幕のアルフガーはどうか。ジェラの家を探せ。畑が全員味方振り合った。エルフラインが振り合ってる。家が焼かれてるぞ。船での家を探せ。燃えたら火をつけろ。あんたを殺しに来た連中は片付いた。早く火を消そう。もちろんだ。なんてことだ。一面灰だらけだ。だがエイボル、助力には感謝する。金なら十分あるだろう。やり直せばいい。そうだが、正直必要な労力を想像するだけでも。ああ、なんてことだ。クマが戻ってきた。
もうすぐ集会議が始まる。林間に戻って様子を見に行こう。Adheret lumbare ad furore de hominibus quasi stercus superum. Acha, 準備は済んだのか？もうすぐ集会議が始まります。一緒に来てくれますか？その方が心強い。ああ、ぜひこの目で集会議を見てみたい。案内を頼む。投票はいつ始まるんだ？12人の諸侯がすでに石を投じていますけれど、同数で割れています。3人に4席ずつ。あなたの票によって1人に決まるでしょう。なんだって？誰が決めた？3人の候補者全員があなたを信頼しているようです。司教でさえあなたを気に入っておられる。アルフガーもフンワルドも襲われた。司教も怯えてる。この投票を止めたい奴がいるようだ。ええ、けれど神のご加護により企みは失敗しました。守ったのは私だ。あんたの神じゃない。あなたの選択に神のお導きがあらんことを。ええ、悪魔ではなく。話を聞いても。君が最後の票を投じるというのは本当なのか？そのようだ。何か助言があれば聞かせてほしい。フンベオル卿は勇敢で誠実だった。無鉄砲なところもあったがね。息子も彼によく似ている。だからこそ私はフンワルドを選んだのだ。チェオウルフ王の使いで来たのか？そう、指示を伝えにな。
どんな結果になろうと王はそれを祝福する。聡明だな、良い王だ。フンワルドを選んでくれれば、勇猛なる白鳥の家が再び栄光を取り戻すだろう。司教エイブル、臆すことなく集会議へ来てくれたこと感謝する。推薦されたと聞いて驚いたぞ。正直私自身も驚いた。だが私の正しさを主にご判断いただく良い試練だ。私の導きでこの州は無秩序から回復しつつある。主は私がリンカンシャーの民をどれだけ愛しているかご存知だ。君の手も正しく導いてくださる。大胆な策略だな、見上げたものだ。いずれにしても君には感謝している。主が共にあらんことを。グリム、また会えてよかった。俺はこれはエイボル、ブリテン島をデエンジンがうろつくのも当たり前になってきたみたいだな。それでお前はどの立場だ？アルフガーの友人でいいのか？友人だ。それにあいつはいいやつだ。だが俺は司教に投票した。司教に？変わった戦略だな。あのキリスト教徒たちは動かしやすい。戦いを避けるためならデエンジンの要求を何だってすぐに飲む。三人の候補、三通りの未来。一番見事に踊る操り人形はどれだ？これは我が戦士団のための選択だ。時が来た時、最も助けになるのは誰だ？他人がお前をどう思うが関係ない。自分のためだけに選べ。それぞれに長所と短所がある。アルフガーは時に傲慢だが有能で金持ちだ。大使にはふさわしいが、味方として信じられるか？フンワルドは特別賢いわけではないが、情熱と思いやりがある。どちらも助けを求めるには心強い。司教は融通が利かず、キリスト教の価値観に染まっているが、三人の中では一番賢く、すでに実績もある。ヘレフリスが適任だ。トーチとは何かを分かってる。彼に任せれば盤石だ。父なる神が大いなる恵みと神秘を通じてご意志を示されました。そのお声は高らかに響き渡っています。ヘレフリス司教が新たなリンカンシャーの大使です。ありがとう、皆に感謝を。神の祝福は皆と共にある。詩編78編72節、羊飼いダビデは彼の群れを正しき心を持って世話し、巧みな手を持って導いた。
私もそのような心と手を持って皆を導こう。神の祝福あれ。あまり飲みすぎるなよ。グリムズビーまでは遠い。匂いを嗅いでるだけだよ。飲む気はとうに失せた。この地と民はお前にそぐわない。お前はデーン人の心を持ってる。スワンブロの下で幸せに暮らせ。あ、そうだね。ありがとう、エイボル。近いうちにまた話そう。同盟の話をまとめたい。エイボル、君には大きな借りができた。何か返せるといいが。何を望む？どんなに困難な状況であろうと、リンカンシャーはカラスの戦士団に味方するという誓いだ。ああ、もちろん誓おう。我々は友だ。今この時より永遠に渡り、呼ばれれば必ず応じよう。感謝する。羊たちに良き導きを。それとその羊の毛も時々買ってやってくれ。アーチャー、見事な判断でした。これもまた主があなたの心にかかったモヤを払ってくださったおかげです。褒める相手が違うんじゃないの？票を投じたのはあんたの神じゃない。主はあなたの誤った信仰までは正しておられないようですね。これも試練でしょう。いいじゃないか。リンカンシャーが味方になった。新たな指導者はヘレフリス司教だ。信者をうまくまとめて戦いに備えてくれることを願うわ。
同盟地図が見たい。ヨルビックは、ハイサムによればそこにも3人の標的がいる。それが事実ならついてるわ。昔なじみのヨールとリビナがヨルビックに定住してる。ノルウェーでは地位も影響力もあった2人だから、町の政治について深く知ってるかもしれない。仕事がはかどりそうだ。じゃあどうする？すぐ出る。ヨールとリビナの居場所は何かわかるか？新しい町に入るときは港を調べるのが鉄則よ。港の人たちは情報に通じてる。貝を焦げ。砲を上げることはできない。よし、歌ってくれ。いい風が吹いてるぞ。砲を張れ。ここで止めろ。ここがヨルビックか。街角にも路地裏にも古き結社が潜んで、ここにヨールとリュビナが住んでる。
ヨールとリュビナはこの港近くに住んでる。誰か居場所を知ってるはずだ。すまないが、人を探してるんだ。協力してくれないか。名はヨールとリュビナという。ヨールか、知ってるよ。あいつの仲間か。そうだ。なら力は貸せないな。他の商人だって同じ反応するだろうよ。それじゃあな。妙だな、ヨールは何かしでかしたのか。坊主、ちょっといいか。友達を探してるんだ。名前はヨールとリュビナという。聞き覚えはないか。知ってる名前かも。お姉さんだ。ギャルマランドから来た。物知りだな。変わった雰囲気だったから質問したんだ。失礼だったかな。校長のグリゴリーさんと話すといいよ。前にお姉さんとお話ししてた。ありがとう。友人を探してる。この港で尋ねるよう言われた。リュビナとヨールを知ってるか。娼婦か。ああ、いっぱいいるよ。ああ、そうだろうな。おやびんだ、私の商品。もう行け。ヨルビックの港に不正はない。お前が校長だな。なぜわかった。皆に嫌われてる。あんたの友人に説明した通り、商品が差し押さえられたなら議会に申し立ててくれ。あの商人は友人じゃない。だが人を探してる。ヨールとリュビナだ。ヨールとリュビナの知り合いか。あいつらに何の用があるんだ。単なる知り合いだ。二人を知ってるようだな。どこへ行けば会える。花に囲まれた邸宅を探せ。ヨールとリュビナはそこに住んでる。謝礼の一つもないのか。舌を切り落とされたいか。今のは忘れろ。邸宅か。ヨールとリュビナは成功を収めたようだ。スニ、導いてくれ。財布はちゃんと持っときなよ。ここのとこスリが多いから。盗んでみろってんだ。ユール態度の宴が待ちきれない。雪とワインとごちそう。一年で一番楽しい時期よね。家族への贈り物は用意した。今週は3つ目の箱が持ってかれたよ。何の説明もなしだ。規則だしね。ここか。二人の家だな。荒らされてる。それにこの死体、ヨールでもリュビナでもないな。書物が散らかってる。泥棒。
血の跡はあるが死体はない。どっちへ行った？天狗りの血統ビャルミア。誰、姿を見せなさい。さあ落ち着け、リュビナ。私だ、エイボルだ。エイボル、なぜ、誰の使い、まさか奴らの。よく見ろ、リュビナ。私を知ってるだろう。私はお前の友だ。どうかしら、急に現れるなんて。私は殺されかけたのよ。疑うなら殺すつもりで来い。私はお前に武器を向ける気はない。ごめん、エイボル。疑うつもりはなかったの。ここまでいろいろあって。敵は何者だ？なぜ狙われてる？敵の狙いはこれ。何かはわからないけど、私を殺してでも奪う気ね。キリストの貧しき戦友。まさか知ってるの？これと似た手紙を見た。ルンデンでな。この町に脅威が迫ってる。ヨールはどこに？王の間よ、案内するわ。フードをかぶって、まだ安全とは言えない。見つかると面倒なことになるな。まだ私を探してる。隠れろ、バレずに通れるだろう。ああ。女は近くにいるはずだ。探せ。行くぞ。ヤルミアの女を見なかったか？正直に答えた方が身のためだぞ。見てない。本当だ。何か、先へ進もう。こっちよ。
Was willst du eben? ヨールがいる。ヨール、誰が来たと思う？会えて嬉しいぞ、懐かしき友よ。ヨルビックは万民を歓迎する。元気そうで何よりだ、ヨール。二人ともな。ここへは何をしに？ユールタイトのためにわざわざ来たりはしないだろう。この町の腐敗について警告するために来た。ここには堕落した危険人物が三人いる。正体を暴くのに手を貸してくれ。権力を握る前に始末する。どんなことでも手伝うわ。ちょっと落ち着け、エイボル。町を探り回って気の向くままに人を殺すってわけにはいかないぞ。私殺されかけたのよ。何？赤手組を差し向けたのはそいつらだ。自分たちの秘密を守ろうとしたんだろう。失敗したがな。俺たちの家に宛てられた手紙か。ハリー、松明、貯蔵。奴らは古き結社と呼ばれる組織に属してる。いずれも偽名だが手がかりにはなる。エイボルの話を聞いて、前にもやり合ったんだって。ヨルビックにも腐敗が浸透してきた。だがリシエ王は手一杯だし、必然的に俺も余裕がない。この件を陳情しても聞いてはもらえないだろう。陳情などする気はない。ここで話したことは三人だけの秘密だ。とはいえ王には紹介してもらいたい。自由に動くためにも友好は築いておかないとな。この戦はピクト人が優勢だ。とにかくありったけの銀を集めて兵糧を調達しなければ。もちろんそれは理解できる、ファラビット。しかし民に対する責任もある。ユーラ態度は中止できない。もうしかも好ましからざる手合いのようだ。リシエオ、私はカラスの戦士団のエイボルだ。カラスの戦士団のエイボルとやら、見ての通り取り込み中でな。ヨールは愚かにもお前が口を挟むことを望ましいと考えたようだが、なぜだ？ヨルビックには問題がある。ああ、今目の前にな。その問題のせいで友が殺されかけた。赤手組がリュビナを襲った。家に押し入り、家財を壊し、街中で追い回した。またあの悪党どもか。リュビナは無事だったが、奴らはますます厄介な存在になってる。何の関係がある？お前は流浪の傭兵か何かか？いいえ、この者はシグルド市長の戦士です。ニンガワ近くの旧野営地を奪ったとか。俺はファラビッド、ハルフダン・ラグナルソンの戦士長だ。こちらの肥えた怠け者はヨルビックの上級代官オーダン。この手の班とはよく知ってる。奴らはじっと気をうかがい、警戒が緩んだ瞬間襲いかかってくる。放置すればヨルビックは奪われるぞ。そんなことは望まないだろう。ハルフダンもだ。なんという。で、望みは？知ってることを教えてくれれば、町から奴らを追い出す。あんたの手は煩わせない。連中は各所で金品を狙っている。力でねじ伏せられそうな人間は全て標的だ。そして君の言う通り、勢力を増している。ユールタイドの時期に頭の痛いことだな。確かに無視できるものではないかと。我々の手に余るのならエイボルに任せてみては。ならできることをしてくれ。ただし内密にな。民を警戒させたくない。ヨール、ファラビッドの兵糧とエールを賄う資金を用意しろ。ただし祭りの分の銀は残しておくように。
ですが申し上げた通り財政は確保しろ。これは命令だ。もっと金を確保しろだと。どこで？竜の巣でか。来てくれ。リュビナのところへ戻ってまずどうするべきかあいつに聞こう。ことはうまく運んだのかわからないな。十分だ。これでリシエの邪魔は入らない。赤手組が問題だという点は議論の余地がないから。勝手にいなくなったりしてごめん。あの人たちの議論にはもううんざりで。リュビナ、大変な思いをさせたな。お前と一緒にいるべきだったのに。何言ってるの。あなたは義務を果たさないと。それにゴロツキの 2,3 人私の相手じゃないわ。とにかく怪我がなくてよかった。エイボル、何かあったら声をかけてくれ。お前は一度食いついたら離さないな。昔の癖がなかなか抜けなくて。ヨールは変わったな。丸くなった。政治のせい、ノース人らしさを奪ってしまう。ヨールはよくやってる。二人ともここで成功を収めたんだな。多分ね。それは何だ。キリスト教の書物よ。福音書、伝道の書、ヨハネの黙示録、赤手組が片っ端から奪っているわ。ノース人が町を治めてるとはいえ、キリスト教徒も自由に信仰できなきゃおかしいわ。赤手組はそう思ってない。だからオーダンは恐れてる。次は書庫が狙われるって。書物の件に港での騒ぎ、いくつか手がかりがありそうね。なぜ赤手組はキリスト教の書物を狙う。そこが謎なの。理由はわからないけど、どんな危険を犯してでも書物を手に入れようとする。奴らは書物を渡さなかった人間を生きたまま焼いたことすらある。書物が一番多く集まってるのはどこだ。書庫よ。でもあそこを狙うほどの勇気はまだないみたいね。オーダンが厳重に守ってるから。そこを当たってみよう。そういえば港で校長にお前たちのことを聞いたら妙に警戒されたぞ。でしょうね。あいつはヨルビックの財政難を口実に税金を引き上げた。議会に命じられたかのようなふりをしてね。ヨールならあんな風に民を陥れたりしない。たとえリシエの命令でもね。校長は嘘つきの盗人よ。ならちょっと締めてやらないとな。もう一度港を行ってくるか。倉庫を調べてみて。商人の扱う品が保管されてる。すぐに取り掛かろう。いや、お前は残ってくれ。ここの会話に耳を澄ませろ。兆候を探ってくれ。態度の変化とか何でもいい。エイボル、私抜きでやるつもり？分かってる。ギリがた